はい、じゃあ、いくよ、いくよ、やるよ。ハウトゥーの、ハウトゥーのハウトゥーショービット。まあ、甘かったけどね。まあ、いいんだ。で、はい。ハウトゥーショービット。で、意外とね、このハウトゥー、ハウトゥーじゃねえ、ショービット。で、多い悩みが結構来て、多分だよ、板が半回転しちゃうっていう、多分ね、どうやったらいいんだろうな。半回転するんだって。あ、こうとかか、こんな感じかな、こんな感じ、こうショービットすると半回転しねえじゃん。もう一回ショービットすると半回転。まあまあいいや。で、多分そのこうショービットして板が半回転しちゃう人、あ、わかった、これで完全に足首使ったね。なんかショービットをすると板がね、こう半回転しちゃうんだって。難しいです。こう多分こういうことだと思うんだよね。こういう風なとか、多分こう前足を使っちゃうのが一番ダメな理由なんだろうな。まあまあまあ、ショービット回らないよ、いったマジ。うん、まあいっか。で、まあ、こう板が回っちゃう、回っちゃうんだよ、こういう風に裏返しになっちゃうっていうのを聞くんだよね。聞くっていうか悩みがあるみたいで、まあ、正直言ってできるようになると逆にそれができないんだけど、俺のその予想なんで板が回っちゃうかなっていうと、多分前足を使ってんのが一個理由じゃないかな。後ろ足と前足をこう使った時に前足が邪魔しながらこう抜いちゃって、逆に前足使わなかったらもうこれだけで回っちゃうから、前足が結構その板を回すことに対して邪魔してることが多いんじゃないかな。あとね、まあ今の逆もそうだね。こっちに前足がつま先がこういうスタンスで回した時に引っかかっちゃってペロンみたいな。で、まあそれをどうやって改善していくかって言ったら、もうまずとりあえず前足を使わないで後ろ足だけで回す練習。もう前足こうね、多分乗れないことはないと思うんだよ、前足で使っても。でもこうちょっと一歩前に、二歩ぐらい前に行っちゃうから、できるだけイメージはその場、で回すイメージだね。で、これの時のコツというかやり方、まあ、前にも説明したんだけど、このデッキの横を蹴る、こうやって蹴ってあげる、こっちにグイー、
極端にやると、後ろ向きの方がいいか、極端にやるとここね、このデッキテープがないサラッサラのところ、このチュルチュルのところ、ここを後ろに、いくよ、もう一回やるよ、こうでしょ、このチュルチュルのところ、デッキテープが貼られてないところね、これを後ろに、やれば回るんですよ、まず。で、この時に、前足を見ると、多分ね、前足使ってないはずだった。ふわって浮かしてるだけなの。イメージは、こういう感じ。これに後ろ足を、前足何もしてないでしょ。ただ上に飛んでるだけ。で、後ろに、それをね、回したいからね、こう体とかみんなよくこうやって使いながらやっちゃったりすると思うんだけど、前足いらん、もう切り落としちゃえばいい、ショービットの時は。よし、あの前足重要なのは板の回転を止める時だけ。このやる時の意識は前足は全然こう今みたいに使うんじゃなく、前足はそのまんまで後ろ足をチュンやる、それだけでできる。あとはそのこの動きが結構重要。この、なんつうの、無重力みたいになるでしょ。この、ふわって力抜いた、この状態。この状態の時に、シュッて。もう足ピーンとした状態で回そうとしても絶対回んないと思うんだよ。むしろ、多分、ピーンとしたりとか、こう、溜めすぎちゃうと、俺はやりづらい。ほんの少しこうねぐらいなの気持ちのジャンプ、うっすら気持ちは3センチぐらい上に飛べればいいから、その時に後ろ足でこれで後ろ足で、はい、止めるのを前足でやるかな。まあ、あと大事なのはこう足の面でやるんじゃなく、デッキをこう掴んであげるイメージ。これ足ね、こうやって足の指動くっしょ。で、前足はもう適当っていうか、まあここまで深いとデッキをこうかわしづらいから、まあ俺はねこのビスとビスの間ぐらいに、ここがね平らだからそこにちょっとこう重心を置いといて、で後ろ足はこうやってデッキを掴むイメージ。やばい足つる、あばあば足つりそう、こんな感じ、危ない。それでやると、これでこう、だからこうやって掴んでいくから、結局やっぱ蹴ってるのはこの辺なんだよね、この
デッキテープじゃなく、この横の木の部分を、あとはこっちの方向、真後ろにこうやって掴んどいて、真後ろに蹴る。これが大事だから、この前足動向ってよりも勝負って後ろ足が大事だから、ハマっちゃう。デッキをここから後ろに、これをするとシュンって、あとはそうだね、この一瞬浮かした状態、この時にシュッてやる。このまま回そうとすると結構ストップかかっちゃう。この一瞬浮かしてっていうのが大事です。最初はまあデッキ1枚分ぐらい前に飛んで、止まりながらやるときは全然そこから覚えて回転して乗るっていうのを覚えていけばいいと思うので、で慣れてきたらできるだけそのやった場所からあんま動かず、ここでやったらこの辺かな、ちょい一歩前に出るぐらい。こんな感じにです。なんでショービットの重要な点は、前足使わない、後ろ足はデッキテープじゃなくこの横を蹴るイメージ、体を一瞬飛ばす、ふわっと、でその瞬間にこのデッキを蹴る、でいっぱい回転しちゃう人は前足でデッキを捉える、完成。今の4つが多分重要、ショービットの重要なあれがあれです。もう疲れた、おしまい。